横小四キロ合高型水底横小四キロ合高型水上偵察機横小四キロ合高型水上偵察機とは横須賀海軍工廠が開発した日本海軍の単発服用複座総武器船式の水上偵察機である1923年12月には横小式水上偵察機と改名されている第一次世界大戦開戦後国内に多数の航空機が輸入され 海軍でもそれにごする機体の開発を横章で開始した。設計主務者は馬越基地隊員だが中島地区兵隊員の協力を得たという説もある。安定性や操縦性に重点を置いて設計され、1917年末に初飛行した。最大時速は時速 156km に達し、運動性も格段に向上した。当初は発動機に サルムソン M9 水冷星型9気筒140馬力を装備していたが、後にサルムソン 2M7 水冷複列星型14気筒200馬力に、さらに三菱製イスパのスイザ V 型8気筒200馬力に換装している。イスパのエンジン搭載型の製造は横章で行われたが、1920年以降、愛知、中島でも行われた。 折からのシベリア出兵では、戦艦、三笠の搭載機として出動するなど、1925年頃まで主力推定として活躍し、民間に払い下げられたものは、郵便飛行等に用いられた。横小式合合型水連続いても、式小型水上偵察機に代わる水上練習機を同じく、馬古式式単位の設計で開発に着手。 1920年末に初飛行した。ロゴー型を一回り小型にしたような機体だったので、速度、操縦性、安定性ともに十分で、横小式合合コ型練習機として正式採用となり、70機生産された。発動機がルノー、ベンツ、イスパノのものがあったが、ベンツ装備機が好評で、半数以上がベンツエンジン搭載機であった。 1917年12月に改正された新しい飛行機名称による練習用の機体を囲、e、号を、偵察用をロ号を、敵機駆逐用を破号,を敵を波号を、敵艦船攻撃用を2号と呼ぶこととしていた。つまり横小式ロ号公型とは横須賀交渉制の偵察機の最初のものとなる。ありがとうございます。